三崎橋は、広島県広島市の旧大田川に架か,かる道路橋。上北通り筋に架か,かる橋。左岸は、桜の名所である。アンダーパスが整備されており、歩行者は橋本をくぐることができる。西には JR 及び、広島電鉄横川線の横川駅があり、横川商店街が広がる。東は、広島城の北側にあたり、 広島市立元町高等学校などがある。最寄りの駅は、広島高速交通広島新交通1号線上北駅で、ある。上流に、JR 山陽新幹線を呼び、山陽本線の鉄橋、下流は、天間川との分流点がある。三崎の名は、本川の別名、五笹川に由来する。戦前までこの辺りは、三崎町。 と呼ばれ、元川の下流にある天馬川分流天馬で、三崎川と呼ばれていた。また、東詰はもともと、広島城外堀の北西端にあたり堀へ水を導入する紐が設けられており、江戸時代は、防犯上の理由により橋が架けられることはなかった。明治時代に入ると、広島城に、広島賃代の地の第五師団司令部が置かれ、 1897年、横川駅が開業すると、その二つを結ぶ橋が架けられることになった。初代の架橋は1912年春のことである。目標時代の絵はがきが残っている。1919年7月及び1923年6月洪水により、破損した記録が残り、1925年正半の広島市地図に橋が記載されている。 1932年、鉄筋コンクリート桁橋として可供される。当初は、鉄製鉱乱を用いていたが、太平洋戦争に入ると金属類、回収令によりすべて軍事教室され、石製鉱乱に変えられた。1945年8月6日、原爆被災。火災死をはじめとする鉱乱は、爆風方向に倒れ南側は、橋上に北側は、川に落下。 橋自体も大破したが、かろうじて通行することができた。広島城周辺の兵士や看護師が多数渡って、逃げたり救護に当たった記録が、原爆戦災士含めた多くの被爆関連資料に残っている。ただ、同年9月の枕崎台風に続いた同年10月の悪根台風による水害により、橋脚が流れてしまう。戦後も、この橋は補修され、使われてきたが、 上北通り整備に伴い時は橋と共に掛け替えが行われた。下流橋が1972年に、上流橋は1978年に完成した。2013年、コンクリート変異が落下しているのが発見されたことから、老朽化が懸念されている。ありがとうございます。